はい、えー。それでは、線形台数に和空間の解説を始めます。えー、部分空間の和集合、二つあったときにですね、えー、V の、ベクトル空間 V の部分空間 UW があったときに、その和集合というのを考えます。和集合を考えます。はい。問題ですね。えー、和集合は部分空間ですかはい。ちょっとこれを考えてみてください。 はい。えっと、どうでしょうかえー、和集合でしょうあ、部分空間でしょうかえ和集合は一般にですね、これは部分空間にはならないわけですね。ちょっと具体的に例を見てみると、例えば、R2 の2つの部分空間、まあ、X 軸と Y 軸ですけども、X 軸のなす部分空間と Y 軸のなす部分空間、UW を考えたときに、その和集合を考えます。和集合はこれ、要するに軸の集合ですよね。軸を2つ合わせただけなんですけれども、 この二つの軸の点、例えば10と01を取ってきて、足してやると11になりますけども、これは軸には当然乗っていません。どちらの軸にも乗っていませんので、この和集合には入らないということになります。ですね。これとこれを足しても、足してやるとですね、こことここのこの部分しかダメなのに、ここはみ出てしまう。だから和については閉じてないということになりますので、これはダメと。 一般に U と W のそれぞれのベクトルの和がですね、この和集合に入っていないということが原因で、部分空間にならないわけですね。では、和集合が部分空間になる場合はあるのかということを考えてみましょう。ちなみにですね、先ほど言いましたけど、和について閉じていないんですが、スカラ倍については閉じているということは言えます。これは、あの、スカラ倍してもですね、U の、U または W に入っているベクトルですから、 それ自身をスカラバイしても、それはもちろん U または W に入ってるわけですね。U に入っていれば U に入ってるし、W に入っていれば W に入ってるということなので、これは言えるわけですけれども、はい。あ、こんにちは、証明がありますね。X が U または W とすると、X は U に入ってるか、または W に入ってるかということは和主語の定義ですから、U に入っていればその C 倍は U に入っていて、したがって U または W に入ってるし、W に入っていれば C 倍はやはり W に入ってるので、U または W に入ると。 いうことで、スカラバイケーなんですけども、まあ問題になるのは輪が、輪について閉じていないということが問題になるわけですね。はい。ということで輪について閉じている必要があるということになります。それではちょっとここで部分空間の和集合の例題をやってみましょう。今の話をちょっと参考にですね、次の R3 または P2R の各部分空間 UW について、 その和集合が部分空間になるかどうか答えなさいと。こういう問題ですね。1番はこう,こうです。2番はこうです。1番と2番は R3。3番は P 2 R のそれぞれ部分空間ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はいえ。それでは解説していきましょう。まず1番ですけれども、はい。これは部分空間にはなりません。えつまり先ほども言ったようにですね、この輪について閉じているかどうかが問題になるわけですが、U のベクトル100と W のベクトル110を足すと、210になるんですね。210はあ、これ U または W に入っていません。えー、U または W ということは要するに U w、U、W1 個ずつで生成されていますから、つまり、 100のスカラーバイと110のスカラーバイっていうことなので、210が100のスカラーバイであるか、つまり C00 という形か、CC0 という形か、どっちかでないといけないんですけども、どちらでもないので、これは和集合に入っていませんと、こういうことになります。では、2番ですね。2番はどうでしょうと。2番は U の弦というのは S 倍の110、SS0 と書いてあるんですね。それから W のは、 えっと、p 倍の 100, 100と9倍の010ですから、まあ、pq0 という形をしていますが、この2つを足すとですね、どうなるかというと、このような形になります。で、これは p たす s 倍の100と q たす s 倍の010ですから、これはもう w に入っているんですね。w に入っている。ということで、これは u または w という和集合の中に入っていますということが言えて、これは部分空間になっていますと。 いうですね。輪について閉じていますと。はい。では3番ですけども、3番は u が a たす bx、u の弦は a たす bx という形をしていて、w の弦は c 倍の1たす x という形をしていますね。この2つを足しています。ここですね、プラスですね。u たす w を計算してみると、a たす c の1倍と a、a たす b たす c の x なんですね。つまり1と x の一時結合でかけていますから、これは u に入っていると。 いうことになります。従って、U または W は部分空間であるということが言えるですね。で、ここで、まあ、中ですけども、1と2の、2の2 3違いですね。こっちは部分空間にならず、ならないと、こっちはなる、なるとこうだったんですけども、その違いはですね、要するにこれ、U と W の間にこう方眼関係があるわけですね。この U はこの W に含まれますと。 つまりこの100010っていうのは、まあ空間の中の xy 平面ですね。これは xy 平面のベクトルですから、xy 平面にある直線ですから、まあ、xy 平面の中にこれすっぽり収まってると。収まってると。こういうことになっています。ですから、u は w の部分空間になっています。同じように、3番の場合は1たす x はこれ1たす x ですから、1たす x に一結合でかけていますので、w が u の部分集合になっています。まあ部分空間になっていますね。 ということで、この和集合をとってもですね、実はその和集合というか言いながら、実はこれは W であるし、これは U になるわけですね。ということなんで、これは部分空間になるわけですね。はい。で、えっと、この方眼関係がじゃなければ部分空間にならないのかっていうと、それがそうだということです。はい。つまり UW に方眼関係がないと、まあ、あの U の、U に入っていて W に入ってない U が、 で、それから w に入っていて u には入っていない s m a l w があって、この2つの和はここに入っていないと。これ、まあ、あの、後で例題でやってもらいますけども、まあ、これが言えるので、つまり方眼関係がなければ、この2つの部分空間の和集合は部分空間にならないということが言えるわけですね。はい。それでは和空間の定義をしていきましょう。v を同じくベクトル空間とし、その部分空間 uw を取ります。 定義として U-W というのは U の元 U スモール U と W の元スモール W を足したもの全体とします。はい、この U、スモール U とスモール W はそれぞれ部分空間 UW の弦、ベクトルを全て走るということですね、はい。そうするとこれは部分空間になります。この部分空間 U-W のことを和空間というふうに言います。 で、U たす W は結局これは何かというとですね、えー、U または W という、まあ、V の部分集合で生成されているというふうに考えることができます。はい。えーまあ、スカラバについては閉じているので、えーまあ、スカラバに関してはまあ無視していいというか、まあもともと入っているんですけれども、この和,和ですね、一時結合を取るときに結局和を全部集めてきなさいというわけですから、これは結局 U のベクトルと W のベクトルの一時結合全体と言っているのと同じですから、 これは要するに U または W を含む最初の部分空間であるこの生成する部分空間ということになるわけです。というふうに考えればこれがまあ部分空間であることはわかるわけですけども、まあ、実際にその証明はまた考えてみてください。証明は例題とします。それで U と W の和集合が U たす W と等しいのは先ほどもやった、確認してるんですね。まあ、どちらか一方が一方に含まれると部分空間であるというときでと同値であると。 いうですね。で、えっと、まあ、R2 の場合、この先ほど U と W の和集合は部分空間にならないという話をしましたけれども、この場合の生成する空間はつまり X、X0 たす 0Y ですから、XY となって、えー、全平面、R2 全体ということになります。で、R3 の中で、例えば U を100、W を010と001とすると、これの和空間っていうのは、 まあ、こういうふうになるわけですけれども、これは当然、x, y, z と等しいわけですから、x, y, z が全ての実数を動くとき、r3 ということですね。このように、生成するベクトルたちで書かれていると、この枠空間がどういうふうになるかということが、おぼろげにこれで分かってくると思うんですけれども、まあ、これについて後で確認することにして、とにかく今の場合は、このようになりますと。 で、多項式の場合も一,一つやっておくと、1と x で生成される部分空間を言うと、x 乗と x 乗で生成される部分空間、w ですね。これの和空間はどうなるかというと、1と x と x 乗と x 乗の、まあそれぞれスカラーバの和ですから、結局、p3r ですね。p3r はまあ自然に p4r の部分空間ですけども、 えー、P3R という部分空間にちょうどなっているということがわかります。1XX10X3 0ですから3次化の多項式全体になるということがわかります。はい。それでは和空間の例題をやってみましょう。えー、問題は次ですね。次の和空間のうち R3 と等しくなるものを全て選びなさいということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは説明していきましょう。はい。えっと、答えは2と4の2つですね。えー、この2と4の2つが R3 と等しくなります。ということですね。はい。えっと、まず1番なんですけども、これは X、YY という形のベクトル全体ですので、これは R3 になりません。Y と Z は等しい部分しかないので、これは違いますと。まあ、平面ですね。はい。で、番はあ、3番は、 これは、あの、y 座標が0のところだけしかなくて、えー、まあ、ここ y って書いてます。これは y 座標の y ではないので、まあ、pq と書いてあるんですね。p0、q という形のベクトル全体で、これは r3 になりません。一方、2の方は、それぞれ、え、これ、k s xyz というふうにやると、こういう形のベクトル全体なんですけれども、xyz がすべての実数を動くと、これらはそれぞれ、え、すべての r3 のベクトル動きますから、 これは R3 全体ということになります。はい。えー、まあ前の例とかですね、この例題からもわかるように、生成される部分空間の和空間は、生成源の和集合で生成されることがわかりますと。まあ、つまり、これとかこれとかこれをこうくっつけてですね、これ和集、和、えっと、生成される部分空間の和空間は、こういうふうにしたのと最初から一緒ですよね、ということですね。 まあ、それはそうですよね。これのスカラバイ、スカラバイ、スカラバイの、まあ、またスカラバイの和と言っても結局、まあ、これのスカラバイでこれのスカラバイでこれのスカラバイの和ということですね。あ、っていうか、まあ、これのスカラバイとこれのスカラバイでこれのスカラバイ。これ足したものを足したもの全体ですから、それはもう、要するに一時結合全体ということになります。はい。それでは次の例題に行ってみましょう。 問題は、UW が V の部分空間のときに U たす W、先ほど定義したこの、v、U たす W 和空間定義ですね。これは実際部分空間であることを示しなさいと。まあ、より一般に複数個、まあ、U1 から UM という部分空間があったときに、同じようにですね、この UI の弦スモール UI の和ですね、全体は部分空間であることを示しなさいと。まあ、これはだから一般、この一般個数の和空間というわけですが、 これを示しなさいと。こういう問題ですね。はい。それでは、ちょっと考えてみてください。はい。それではやっていきましょう。後半の方をですね、示せばいいので、後半を示すことにします。まあ、U、U-W2 個の場合は M が2と置けば同じことですから、 はい。X をこの和,、えっと、和集合というか和空間ですね。和空間 UI、シグマ I コール1から M の UI っていうのを X と一応置いときます。で、そのベクトル XY を取ってきて、2に取ってきて、スカラー C を2に取ってきて、X プラス Y と CX が X に入っているということを言えば部分空間であることがわかるんでしたね。それではそれをちょっと示していきましょう。 まず、small x という x のベクトルですけれども、定義によってですね、こういう形をしていますよという、もの全体ですよと言っているわけですから、まあ当然この x i というのは各 ui から取れてですね、x はこの x i のは x 1たす点点点 x m という形をしていると。まあ y も同様ですね。y の方は y i としますと。 で、えっと、X 足す Y。<laughs> X Y っていうのを計算すると、これは和に関する結合則、ベクトル空間の性質、結合則と可換性によって、まあ、このように、えー、XI、本当はま、X1 たす、X2 たす、XM、たす、Y1 足す、でてて,て、YM なんですけど、結合法則と、おまあ、可換性がありますので、まあ、足し算順序、まあ、好き勝手入れ替えられるんですね。こことこう足したもの、足したものと、ここにやっていくと、 ま、それぞれ U1 の弦の和、U2 の弦の和、U3、UM の弦の和となりますから、これらはすべて UI の弦であるということになって、これは、つまり X に属するということですね。X と書いてあることで X ですね。これも X ですね。はい。ということで、スカラバイの方も同じように言えますので、部分空間であるということがわかりました。 はい。それでは次の例題いきましょう。えー、問いですね。えっと、ベクトル空間 V over K の部分空間 UW について以下を示せと。つまり、まあ、生成される部分空間であるときに、その和空間っていうのは、まあ、これはまあ複数個あっても、三個以上あっても同じことですけど、要するにその生成するベクトルたちを合わせた和集合ですね。和集合。えー、まあ、まあ、あのーこ、この中に重複があったら、まあ、それをも,もちろん落とせるわけですけども、まあ、単純に、まあ、つなげて、これらの集合ですね。 えまあ気になる人はこう集合記号で書いてもらっていいですけどもこれで生成される空間であるとこれをまあ示しなさいとこういう問題ですねはいそれではちょっと考えてみてくださいはいそれでは解説していきましょう 家庭によりですね、UW は次のように書けますと。生成される部分空間っていうのは一時結合全体ですから、その弦であるということは一時結合で書けるということですね。で、U たす W っていうのはこの2つの弦を足したもの全体ですから、要するにこれをこういう形をしているわけですね。で、ここで C1 から CM、D1 から DL、DL っていうのは、まあ全ての係数対 K の弦を動くわけですね。これね。CI とか DJ っていうのは K を こここううう動くとこういうこといになります、はい、なのでこの u ータス w はとユータス w の形のもの全体ですけれどもこれはつまり書き下すとこういうことになりますねつまりこれはどういうことかというとまあ他ならぬ U1 から UMW1 から WL で生成される部分空間ということになるわけですね はい、ということで、まあ、これはまあほとんどその一時結合とか生成される部分空間の定義と和空間の定義をそのまま突き合わせると、まあ、自然に分かるという証明でした。はい、それでは次の例題いってみましょう、はい。問題です。ベクトル空間 VO 和 K の部分空間 UW について次のことを示しなさいと。はい、あの部分集合のところでやりましたように、部分集合が部分空間になるのは片一方が一方の と含まれると。どちらか一方はどちらか一方に含まれるということでした。と同値でした。はい。このことをですね、示してくださいと。で、ここで中で書いてあるのはですね、えっと、u または w っていうのはもちろん u たす w に含まれるというのは自明ですと。なぜならば、こちらの弦は u または w に含まれる弦ですが、こちらの方は、u、w を0に取れば u です。u の弦を表しますし、u の弦0を取れば w の弦を表しますから、まあ、これは方眼関係があるのはほとんど自明になるわけですね。 はいまあ、その分をちょっと自明だと思えない人はちょっと考えてみてもらっていいですけども、はい、なので、えっとまあ、逆側ですね、えっと、こ,のこの条件を満たしていればこのこれ方眼関係これが成り立つということを、まあ、示せばよろしいよという、まあ、ヒントみたいなんですねがあります。ではちょっと書いてみてください。 はい。それではやっていきましょう。はい。では、その、えっと、左から右ですね。えー、u または w が u たす w と等しいときには、どちらか一方が一方に含まれているということを示しましょう。で、えー、どちらか一方が一方に含まれているということを示すためにはですね、まあ、あの、仮に u が w に含まれないとすると、u は w を含みます。あるいは w は u に含まれますということを示せば十分ですね。はい。どちらか一方というわけですから、えー、こういうふうに仮定してみましょう。 むしろ逆でもいいんですけどもこ、こうでないとしてこっちだというふうに示してもいいんですが、まあこういうふうに示しましょう。で、えっと、このか U, U が W に含まれないという仮定の下でこれを示したいんですけども、それをこれを示すためには、W の2の弦 W を取ってきたときに U に含まれるということを示せばいいので、その方針で示していきます。 で、今ですね、えっと、まず仮定の、なんですけども、仮定よりですね、え、u0、u には含、u は w にすっぽりと含まれていないというわけですから、これちょっとまあ、ベクトル空間の、部分空間のイメージとちょっと違いますけども、え、まあ集合として考えたときに、こう、含まれていないですけどここにこう、w に含まれていない弦がありますよと、こういうことですね。はい。で、これを取っといて、取っといた上で先ほどの方針、2の w に弦に対して w u に含まれるということを示しましょうと。 えせっかくまあこれが取れたので、これと足し算をしましょうと。そうすると u、u0 たす w は当然 u たす w の源ですね。はい。ということで、今 u たす w と u または w は等しいと言ってるわけですから、これは u または w に含まれるわけですね。つまり u0 たす w は u または w のどちらか一方に含まれると。で仮に w に含まれるとすると u x、u0 は x-w。これ一応 x を置きました。 えー、まあ、この w に含まれる x から w 引いたものですから、これ w の弦 w の弦ですから、u0 も w の弦にならざるを得ないわけですね。ところが、u0 は w に含まれないと言ってるわけですから、含まれないと言ってるわけですから、これは矛盾ですと。矛盾ですと。ということはどういうことかというと、u0 たす w は u に含まれなきゃいけないと。u に含まれますね。u または w に含まれて、w に含まれないということは u に含まれるということですから、これは u に含まれると。ということは、w は y から u0 ロ引いたものですから y は u の弦 u0 は u の弦ということで u の弦の引き算ですから u の弦ということになってこのこれが示せましたとこういうことですねはい逆側ですね逆側は u が w のまあどちらかこれ条件が対象なので、まあ、結論も対象ですのでまあ 一般性を失わずというやつですね。一般性を失わず U が W に含まれていると仮定しましょう。で、その時に、えっと、まあ、まあ、もちろんこれからすぐ言えることは U または W というのは W なんですよね。はい。で、これは U または W が W ということはなんですけども、一方 U たす W もこれはあの、まあ、W なんですね。まあまあ、U たす W というのは W たす W に含まれてますから、ここは方眼関係あるので、当然これ含まれているんで、 W たす W っていうのはこれもちろん W の弦と W の弦を足したもの全体は W と等しいと。これは当たり前ですね。なので、まあ、ここがポイントですけども、なので、まあ、W と U たす W と W とこう方眼関係がありますので、これ一致しますと。まあ、そんなこと言わなくても、まあまあ、言えるわけですけど、まあ、U たす W は W と一致するということで、えー、これは、要するにこの和集合が U たす W と、W というのに等しくなるということで言えたと。 で、まあ逆の場合も同様にって書いてありますけど、まあ一般性を失わずでもどちらでもいいんですけども、まあ同じことでこれが示せますと。ということで証明終わりです。はい。それでは次にですね、和空間の次元を考えてみましょうということで、ちょっと次の考察をしてみましょう。例としてですね、R4 の2つの部分空間、こういう2つの部分空間があります。U は1000と0100で生成されます。 はい。で、w は1100と0010で生成されます。はい。これ、えっと、どちらもですね、えっと、この生成しているベクトルたちは明らかに1次独立ですね。2個ですから、一方が一方のスカラ倍でなく0でなければ1次独立ですね。2個の場合限定の1次独立性判定ができますから、これは1次独立です。ですから、生成して1次独立なので、これらはこう規定になります。従って2次元と。 2個のベクトルの規定を持ちますから2次元ということになります。従ってですね u ね u w は一方ですね、この先ほども例題で確認したようにですね、この生成するベクトルを並べたものですから、こうなるわけですけれども、これどういう空間かというと、ここの第4成分ですね、第4成分が全部0のベクトルたちで、第1、第2、第3成分は2位の数を表し得ますから、これは R4 全体ではないんですね、ないんです。 ないんですけども、この3つの弦からなる規定を持つわけですね。まあ、これは、この2つの方の一次結合で書けるので、不要なので、まあ、あの取り除けますけれども、えー、生成するベクトルだから3つまで減らせますが、この3つが1次独立なので、これは3次元ということになります。ということは、和空間の次元が3で、元々の各々の次元が2次元ですけども、こちらの次元の和は、 4次元なんですけれども、4次元なんですけれども、和空間の次元は3ですと、えー。一致しないわけですね。一致しないと。もう一つ例を見てみましょう。はい。これ一致しないと。もう一つの例はこういう例ですけれども、この場合も同じように各々2次元なんですが、これ和空間取るとですね、これ全部になります。あの表基本ベクトルが全部、まあ、順不同で並んでいますので、これは4次元ということになります。 はい、つまりこの場合はですね U'W 和空間の次元はそれぞれの空間の次元の和に等しいということが言えているわけですね、はい、この2つの違いは一体何でしょうということをちょっと考えてほしいということですね、はい、この01と02の違いは何ですかということをちょっと考えてみてください、まあ、ヒントとして、ね、U'W 部分空間ですねこれは U'W っていうのは先ほど和集合は部分空間にはならない一般にならない ちょっと広げて膨らまして足し算をできるようにして、えー、和空間を作ったわけですけどもまあインターセクションですね交わりの部分に関してはこれはまあ常に部分空間になるわけですねはいこれはまた例題でやりますけどもちょっとまあ証明また時間がある時に考えてみましょうはいということでこれがですねに注目してくださいとこれに注目してみましょうと0102の場合どうなってますかということですね はいえ、それでは和空間の次元の例題をちょっとやってみましょうといってもですね先ほどの交わりが部分空間であることを示すという問題を先ちょっと片付けておきましょうはいこれちょっと考えてみてください <music> はいえそれでは解説していきましょうえっと部分空間であるということを示すためにはいつものように その集合の2つの弦を取ってきて、と、それから2のスカラ取ってきて、そのスカラ倍ですね、がそこに入っているということを言えばいいのでした。ですから、x、y が、まあ、u かつ w の部分、えー、弦であって、c をスカラとします。で、x と y は、まずですね、u かつ w というのは何かというと、u にも入っているし、w にも入っているわけですから、当然 u に入っているわけですね、当たり前ですけどね。 なので、えー、u は部分空間ですから、u, u は部分空間ですから、x y は当然 u に入ります。で、cx も u に入ります。で、同じようにですね、xy は w に入ってますから、w は部分空間なので、x y は w に入ってますと。スカラバイも w に入ってますと。ということは x、x y は u にも w にも入っていて、cx も u, u にも w にも入っているわけですから、要するにこれは u かつ w に入っているわけですね。はい。まあ、非常にちょっと、まあ、あのー、 慣れてしまえば当たり前の話ですね、これね。はい。ということで、これは部分空間であるということが証明できました。はい。で、どういう,うですね、まあ3つ以上の場合の部分空間の共通部分もですね。まあいや、これあの、2つでも3つでもこれ一緒ですね、明らかにね。はい。何個あっても一緒で、まあ、あの、たくさん取っていくとしまいに、まあ、交わりの部分が0だけという、まあ、地名な部分空間になるかもしれませんけど、どうなろうと、どんどん小さくはなっていきますけれども、まあ、部分空間であることは確かであるということがわかります。 それではいよいよ枠空間の次元について詳しく見ていきましょう枠空間の次元については次の関係式が成り立ちます先ほど考察のところで u かつ w の、えー、に注目しようと言いましたけれども結局この u かつ w がです、ね、の次元が関係しているわけですね u かつ w の,の交わりですね u と w の交わりが0だけであればつまり0次元であればここの部分の影響が消えて、まあ、ここに成り立つと、まあ、こういう算段になっています これちょうどですね、あの、有限部分集合の AB について、こういう和集合の弦の個数は、それぞれの弦の個数の和から交わりの部分の弦の個数を引いたものだという等式が、中学校、高校で出たと思いますけれども、このような集合の等式ですね、とそっくりですね、つまり次元っていうのは、ベクトル空間に対して、この有限集合の要素の個数のような役割を果たすと。完全に同じではありませんけれども、類似の性質が成り立つと。 まあ、アナローグであると言いますけども、アナロジーが成り立つと。こういうことですね。はい。で、補題としてですね、えっと、U が V の部分空間であって、B が U の規定であるときには、この B を含む V の規定が取れると。これ、あの、規定の存在というのはですね、実は規定のところであまり詳しくはやらなかったんですけども、まあ、ここで登場するわけですけども、えっと、要するにですね、えー、なんかこう部、部分空間があったら、その部分空間の規定が取れますと。取れるという条件のもとで、その、 部分き空間の規定を延長して、これ延長するというか拡,拡大してですね、なんか要するにベクトルを付け足してですね、えー、ちょっと足らなかったら、まあ,まあこれもちろん一致していれば、これ自動的にこれ V の規定になるわけですけども、これ一致してなければ、これだけでは当然あの V の規定にはならないですね。一時独立性は OK なんですけども、まあ追加して、ベクトルいくつか追加して、まあもちろん一時独立性を担保しながらですね、どんどん追加していくと、やがて V になると、V の規定になると、まあこういうことですね。 はい。えっと、これまあ、これは簡単に証明するとですね、B は、あの、U の規定、特にであるので、まあ、一独立ですと。いいですね。ですからあ、B が V に含まれているので、B を含む V の極大一独立系 BV が存在すると。はい。えっと、これ、要するにですね、あの、V の弦で、えっと、B で、こう、生成されるやつが、もしも V と一致していなかったら、つまりこれ今は U ですけども、いなかったら、ここから、 なんかまた新しい別の V、えっと、まあこれが B が V1 から VM だとすると、VM たす1というのを取ってきて、で、えっとこれをまあ B1 というのをこの V1 から VM たす1と、こういうふに取ると。そうするとですね、え取ると。そうすると、これで生成される部分空間が取れるわけですが、それがまた V と一致していなければ、また、 それに含まれる取るというふうにしていくと、それは自動的に一時独立になりますので、いつかはもうこれ以上とあの取ったらあの、やったら一時独立でなくなるわけですけども、その時はこれは極大一時独立系ということですから、これは規定になっているわけですね。はい、規定の同値条件のところでやったことを思い出してください。規定というのは、生成して一時独立なんですけれども、一時独立の中で一番極大である。極大っていうのは、それ以上、なんか一つでも V の弦を付け加えると、もう一時従属になっちゃうと。 いうまあ、もうこれ以上はあの一時独立のベクトルの組としては増やせませんということですね。もう誰もあのそこに入って一時独立を保つ余裕はないと。つまり全ての弦,弦,が, v のベクえ弦が、ベクトル V の弦が、えベクトル V があ、えー、B の一時結合でかけちゃうということですね。これは、まあ、要するに規定になっているということになります。はい、ということで、この BV は BV の,の規定になっているので、えー、存在するということですね。 はい。で、上の砲台からですね、えっと、この U として特に0空間を取っておけば、まあ自動的にこの、えっと、V の規定がですね、まあ取れるということになるわけですね。はい。これはあのちょうど R2 の部分空間を分類するときに、まあ0だけでないとして、0全体でないとすると、結局直線1個だけの直線でしたよねっていう分類がありました。あれと同じ論法ですね。はい。まああいう感じで、えっと 規定の存在を示すことができますとに規定は、取れるということでですねではこの枠空間の次元公式、先ほど出てきましたこの公式ですね。これの証明をしていきたいと思います。はい。えっと、ここではちょっと便宜上規定は集合として考えると書いてありますけど、まずちょっと気にしないことにして、えっと、まあ、命題もう一度書き下すとこうですね。この式を証明していきます。で、えっと、まずですね、B を U 括 W の規定とします。で、えっと、補題、先ほどの補題からですね、この B を含む UW の規定が存在するんですね。つまり U は U かつ W を含みますし、W も当然 U かつ W を含みますので、ここの、この空間の規定 B があったらですね、これを延長して、延長して B1 と B2 という2つのこの UW の規定が取れるわけですね。はい。ということで、えっと、U は B1 で生成され、W は B2 で生成されるわけですから、和空間はこの B1 と B2 の和集合で生成されるということをやりました。 で、えっと、当然、まあ一応ここはですね、えっと B、B1 と B2 の共通部分は B だけですね。これはあの、B を含む規定を取ったわけですけども、えっと B1 と B2 にこの B の弦以外の共通弦はないですね。もしあったとすると、あの、おかしいですよね。はい、それは、それもあの、UCASW に入ってなきゃいけないことになりますから、それはないので、えっと、これちょうどこの B1 と B2 の交わりが B であるような2つの規定の弦があってですね、で、それの和集合で生成されていると。こういうことになります。 で、この B1 と B2 の和集合の一時独立性を示せばよいということになります。で、この B1 と B2 の和集合の弦の個数は、当然これは集合の弦の個数ですから、こういうことが言えますね。はい。なので、これであの次元公式が証明できると、次元の関係式が証明できるということになるわけです。はい。えっと、簡単のためですね、ここでは、あの、ま、えっと、なんか、こう規定の集合でやったんですけども、ちょっと場所の都合でこういうちょっと集合、 規定の B っていう記号を使いましたけども、ここから先はちょっと具体的にベクトルを書きますが、ただしちょっと場所の関係で、えっと、B をまあ2つ、えっと、それから B に含まれない B1 の弦は1つ、B に含まれない B2 の弦は2つだけというふうにして、ちょっとまあ、一般性、一般的な場合が、あの、想像できるような形で、ちょっと簡略化して証明します。略称します。で、えーまあ、この過程からですね、当然 B1 はこの U1 と V1、V2 の和集合。 B2 は W1、V1、V2 と W1、W2 の和集合ということになります。全体はこの5つの弦からなると。5イコール4足す3引く2という、まあそういう式になっていますね。で、えっと、一時独立性を示したいということでしたから、この関係式があるときに、これ1、2、3、4、5個ですね。この5個の弦に関する1次関係式が自明な回しか持たないということを示せばよろしいということです。 はい。で、ここで、まあちょっと、えっと、テクニックを使います。はい。こういう風うに変形します。はい。これ、えっと、どういう変形したかというと、単に、この部分ですね。これを右側に移行した、移行したですねえ。両辺に、マイナス C1W1 足す、マイナス C2W2 を足したということですね。はい。そうするとですね、これ、左辺はですね、左辺は、あこれ、この弦は、この B1 の一時結合ですから、B1 っていうのは、U の、どこだっけ。えっと、こうですね。 B1 は U の規定なんですね。だからこれは U の弦ですと。U の弦ですと。で右辺は W1、W2 っていうのは B2 の弦ですから、W の弦ですと。U の弦と W の弦が等しいっていうのは、要するに U つ W に入ってるわけですね。はい。で、U つ W に入ってるということは、これはつまり、えっと、U つ W、つまり、この U つ W の規定 B ですね。この規定 B、V1、V2 の一時結合で書けてるはずだと。 こういうことですね。はい。もちろんそういう規定ですから、あの、書き方一位性があるわけですね。で、これを、えっと、もうちょっと一位性というのを強調してですね、えっと、ま、こっちの左辺がですね、これは U の弦なわけですけども、U の弦の規定は、この U1、V1、V2 ですから、こういうふうに書けるということは、つまり、こう、0倍の U1 たす B1 ダッシュ、V1 たす B2 ダッシュ、V2 っこう書けてるわけですね。 つまり U1 の係数は0で V1 の係数が B1 出して v 2の係数が B2 出したと。こういうわけですね。で、それとこれが等しいっていうわけですから、これは要するに一次独立性からこの A1 が0で B1 が B1 出して B2 が B2 出したと。こういうことを言ってるわけです。はい。ということで、この1次独立性より A1 が0ということは分かりました。つまりこの関係式の中で最初のこの A1U1 の A1 という係数が0であることが分かりました。 はい。まあ、ここでまあ、この B1 ダしシュ、B2 ダッが B1、B, b, 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 b と等しいわけですけども、まあ、そのことはまあ、ここではもう使わないで、A1 が0ということだけ使えます。そうすると、この最初のこの一次関係式ですけども、もうこういう式になっちゃいます。で、これ見るとですね、これは V1、V2、W1、W2 っていうこの4つのベクトルなんですけども、この4つのベクトルは B2 の弦の一次結合なんですね。で、B2 は規定ですから、この B2 の弦っていうのは、一次、b の弦の組っていうのは、この、まあ、B2 っていうのは一次独立なんですね。 ですから、これは一時独立な弦の一時関係式を表していますから、イコール0ということは、この係数が全部0と。つまり、このスターという関係式でゼロ、A1 も0。B1 も B2 も C1 も C2 も0と。いうことは、もう言えたら、証明終わりですね。証明終わりですね。はい。ということで、えー、枠空間の次元の式が証明できました。はい。それでは、枠空間の次元例題2をやってみましょう。 はい。問題です。RO の部分空間 UW が次の書く場合に、交わりの次元、それから U の次元、W の次元、和空間の次元を求めて、等式、これが成り立っていることを確かめなさいと。次元の関係式ですね。これを確かめなさいということですね。はい。EI は基本ベクトルです。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。一番ですけれども、これはですね、えー、交わり1100になるということですね。え、これはあの、この問題以前出ましたえ考察のところで出,出てきた問題ですけれども、えー、部分空間ですけれども、この U つ W っていうのは、実際これですね、えっ、ー、と、左辺の U の方に入っている条件から、こういう風うに書けるんですね。XY の100、YY の010。こう書きます。 で、えっと、右辺の、右辺というか、まあ、W の方に入っているという条件から、こういう風うに書きます。で、この左右を比較すると、X と ZY と Z は等しくて、W が0であるということがわかりますから、はい、このことから、えっと、1100のスカラバイ全体が、この交わりの、になるということがわかります。つまり、1100が規定ですから、これは1次元ということになります。で、一方、和空間は、これあの、 いいですね。この、これ、X と Y と Z のところだけ、という、まあ、X1 と X2 と X3 のところだけで、X4 のところは、あの、ないということで、この3つが規定になるという話をやりましたので、これ3次元です。ということで、3次元イコール2たす2-1ということで成り立っています。で、もう一つ2番の方はですね、これは、あの、交わりは明らかに0というのはいいですね。これね、あの、先ほどの議論でいくと同じことで、もうこの XYZW は全部0になるわけですね。これもやね。 ということで、交わりは0で次元も0ということになります。したがって、u、U-W の次元は4次元で2-2-0と一致しているということで、まあ、次元の関係式は確かにですね、考察のところでやったやつが次元の関係式を成り立っているということがわかるわけですね。はい。えっと、u c a、まあ、w が湧空間の次元に関与していることはこのようにして確認することができましたということになります。 はい。それではもう一つ例題三ん言ってみましょう。問題は A と B というのをこのような行列としてですね。AX イコールゼロの回空間を U、BX イコールゼロの回空間を W とします。で、このかつ、この時ですね、U かつ W の規定と次元を求めようと。これはあの和空間の次元の問題ではないんですけれども、この後やる例題のための、まあちょっと準備ということで、これをまずちょっと考えてみてください。 はいえ。それでは解説をしていきましょう。えっと、U かつ W はですね、この AB を縦に並べて得られる行列 C イコール AB に対して、えー、CX イコール0の開空間になります。これよろしいでしょうかえっと、AX イコール0の開空間と BX イコール0の開空間なんですけども、この開空間の交わりっていうのは要するにどういうものかというと、U にも入ってるし W にも入ってるということですから、U の弦っていうのは AX イコール0を満たしますと。W の弦っていうのは BX イコール0を満たしますということですね。 ですから、連立一時方程式があって、連立一時方程式がありますと、この両方を満たす、満たした連立を考えるということは、要するに係数行列を縦にこう合体させたものですね。これです。この方程式を考えると一緒ですよね。はい。なので、これは、あの、CX イコール0、こういう行列 C の、CX イコール0の回空間ということがわかります。はい。ここがまあ、ポイントですね。 はい。ということで、えー、はい。このようになるので、えー、この C を、えーと、C を行に関して基本変形すると、まあ、こういうふうになりますと。ということで、はい。パラメータ表示を使って、このようなマイナス1、マイナス3、マイナス4、3というような、弦が取れますので、このマイナス1、マイナス3、マイナス4、3っていうのは、一組の規定で、まあ、一次弦と。 いうことになりますこの時ですね、あの、まあ A X、AX イコール0の規定と BX イコール0の規定を、まあ、先、UW の規定を先求めていたとすると、その時にも AB を基本変形して飛躍階段行列にしていると思いますけども、えっと、その時にですね、この C を、ま、また改めて、こう AB をこう並べて、こう、並べたやつをやらずにですね、もう基本変形して飛躍階段になりましたという時に、この飛躍階段になったものを並べてもいいわけですね。 だって方程式としてこの ax イコール0と hx、AH、イコール0同値なわけですから、この ax イコール0の階空間っていうのはこの飛躍階段行列 hx イコール0の階空間と等しいし、b 値の方も同じことが言えますから、ですからまあこの c1 というのをこの hb1 を並べて、それをまた再び改めて飛躍階段行列にするっていうふうにすればいいわけですね。まあこれは計算上ちょっとどっちが楽かっていう話なんですけども、まああらかじめ飛躍階段にしたものを縦に並べてもそれは飛躍階段行列ではないんですけども、 飛躍階段にするときの計算の手間はだいぶあの減りますので、まあこういうふうにやった方がいいですよっていう、ちょっとまあ、あの、おまけ的な補足です。はい。あの、ここはですね、あの、飛躍階段にしてもその回空間は変わらないわけですけども、生成する空間のときにやった話と混乱しないようにしますね。生成するときの方は、これはあの、飛躍階段にすると、生成するベクトルとしてはこれ当然あの空間が変わりますという話をしたと思うんですけれども、 それと混乱しないようにしてください。この場合はあくまで海空間ですから、海空間の場合は方程式の同志性が、あの飛躍階段行列の係数行列っていうのは方程式として同値なわけですから、そっちの方を使ってこういうふうにやればいいですよということですね。はい。それでは例題4ですね。例題4がこういう、先ほどとこれちょっと行列は違うんですけども、まあこの AB に対して、えっと、開空間 UW を取って で、え、まあ、規定と次元をそれぞれ uw、U かつ w の規定と次元を求めて、まあ、これを使って次元の関係式を使って u、u たす w の次元を求めなさい、ということですね。で、もちろん、この u、U うかつ w のお規定と次元なんですけども、これは、あの、x イコール0、bx イコール0の回復間の規定を合わせて得られるベクトルを、で生成されるので、それから、あの、必要な、あの、一位独立性、 を持つものを組みを選んで規定を取るという方法でも求まるわけですけども、まあ、その方法でも一応求めてみて、その次元がですね、ちゃんと一致するということを確かめなさいと。こういう問題ですね。はい。ということで、えー、ちょっとやってみてください。はい。えそれでは解説をしていきましょう。 えっと、UW はですね、あの、飛躍階段行列にするとすぐわかりますけども、例えば3100と -1012 という、これ4変数で当然これランク2ですから、パラメータ表示2個で、えー、規定は2個あって次元も2ですね。で、同じように B の方も、同じように B の方も1101と1011を解に持って、パラメータ表示持って、えー、いずれも2次元ということになります。で、えっと、C コール AB として、U 括 W の、 まあ、規定を求めると、どういうふうになるかというと、こういうふうに C が基本変形できるので、もちろんここでもですね、あの、先ほど言ったように、この、これを飛躍階段にしたものを並べてもらっていいんですけども、まあ、いずれにしろ飛躍階段にすると、こういうふうになりますので、解のパラメータ表示として、2122。ということで、規定2122という1個のベクトルからなる規定を持ち、次元は1でやるということですので、枠空間次元は3ですということになります。はい。で、ここでこの、 uw はこの2つのベクトル、それからこの2つのベクトル、それぞれ生成されますから、u たす w はこの4つのベクトルでこう生成されるわけですね。ということで、この4つのベクトルを並べたあ、こういう行列を考えて、それを飛躍階段にするとこういうふうになります。ということは、この3つのベクトルは一時独立なんですこれとこれとこれは一時独立なんですけど、この最後に1011は、えー、と、この1番目と2番目を足して、3番目を引いたものがこれになっているんですね。 はい。これでこれ足したら、これでこれ足したら等しくなっているんですね。でするね。はい。まあなってますね。はい。ということで、えー、こういう関係式が成り立つので、この部分が、まあ、いらないということに、いらないということになって、この3つのベクトルは一時独立です。ということで、u タス W の規定として、この3つのベクトルが取れて、次元を確かに3次元になっています。と。こういうことになります。はい。えー、それではですね、えっ、ー、と、直話について解説をしていきたいと思います。 直和というのは何かというとですね、えー、交わりがゼロであるような2つの部分空間の和空間のことを直和というふうに言います。まぁ、あ、交わりがゼロであるとき2つのベクトル空間は部分空間は直和であるとは言いません。和空間そのときの和空間のことを直和というんですね。ですから、交わりがゼロというだけのことを、特にここでは線形出し的にはあまり用語は使わないので、その直和といったときは、 二つの部分空間の共通部分がゼロだけですと。こういうことですね。ただし、この直和という概念も、あの、一般の和空間と同じように、3個以上、M 個の場合に後で拡張しますけれども、あの、交わりがゼロということだけで表現できるのは、この、えっと、二つの部分空間の場合、2個の場合だけですね。ということに注意してください。まあ、もう一度拡張するときはもう少し複雑な、まあ、もちろん交わりがゼロという表現はできるんですけれども、 あの、二、三つの場合にはですね、それぞれ互い、どの二つをとっても交わりがゼロというような表現はできないので、それはちょっと後でまた注意しますけれども、まあ、とにかく二つの場合はこうですと。で、これはですね、あの次元の関係式を使うと、要するに U たす W が U、直和であるということは、U たす W という和空間の次元が、それぞれの空間の次元の和に等しいということと同値になるわけですね。はい。あの、要するに、次元がゼロということと、空間がゼロ空間であるということとは、 あの、必要十分条件ですので、えー、これを次元の式に、この関係式に言い換えることはできます。なので、えっと、まあ、直和という表現をですね、実はこの和空間の次元公式で、えー、和空間の次元がこういうふうに各空間の次元の和になっているという表現でやると、これ自然に一般化できるんですね。あとでね、M コの場合に。自然に一般化できます。こっちの方は、この条件は自然に一般化できないので、まあ、自然に一般化できるんですけど、あの、複雑になりますので、 え、こっちの方がちょっと楽なんですね。はい。で、ちょっと例を見ておきましょう。R2 はですね、1123の枠空間の直和、空間なんですけど、直和なんですよ、ね、これね。はい。あるいは R3 はこういう風に直和になります。ということで、P2R もこういう2つの空間の直和になっています。というわけです。はい。いずれもですね、これは当然これ、あの、交わりゼロですし、これも、これとこれの、 和空間の交わりゼロですねで。しかも生成してこの三つ、ここを取り払った生成してますから、規定になってますので、えー、直和になっていますと。でこれも 1xx 上和空間。1xx 上ですかね。はい。この空間とこの空間の直和になっていますと。二次元と一次元で三次元という関係になっていますと。同じように P2R は、あーの中で 1x というのはこういうふうになっていますと。ということですね。はい。同じように P2R の中でこういう 1x というのは 1x というふうになっていますと。 はい次の部分空間 UW について U たす W は直和であるかどうか答えようということですねはいそれではちょっとこれ問題を考えてみてくださいはいそれでは解説をしていきましょう1番ですけれども1番はこの交わりですね交わりがどうなるかっていうのを直接まああの愚直にやってやると こういうふうな等式ですね。で、まあ、もし A と B が等しければ、もちろんこれは S イコール AT イコール1という解を持ちますから、まあ、交わりは11となるわけですけども、A と B が等しくなければ、これは、あの、ま、交わりは0だけということになって直話になりますということですね。はい。え2番ですけども、2番は120と231と111の間には、まあ、こういう11-1と、まあ、こういう関係式がなりとますので、えー、これは直話ではありません。つまり、 ま、120、要するにこの u が w に含まれちゃっているので、交わりは u になっちゃうので、まあ、0ではないということで、これは直話ではないということになります。はい。3番ですけども、3番は、これもですね、えっと、w が u に含まれちゃっているので、これは直話ではありません。はい。えっと、4番ですけども、4番は、こういうふうに置くとですね、えっと A X、ax 足す bx 上だす cx 上左辺ですね。それから、こっちの方向に置くとですね、 A, B, C, D, E 全部0になることはすぐわかりますと。はい。まあ、この定数の規格から D が0が出てきて、従ってここはまあ消えて、で、えっと、A, B, C が0になって D も0になるということで、直和になるということがわかります。はい。この1、2、4における等式は移行すると、生成源の一時関係式ですので、要するにこれはどういうことがわかるかというと、まあ、これ全部こう規定になってるんですね。これね、こう規定、これもこれとこの規定になってるし、これも規定ですね。これは全部規定になってますね。 で、この関係式を要するに、えっと、関係式があれば直話ではないし、関係式がなければ直話だということですから、つまり、え、この、もしも UW の規定を取ってきて、来ていれば、この UW は直話ということは、この BU と BW の和集合が一時独立であると。和集合というか、これはですね、えっと、重複も含めた合併ですね。はい。BU と、まあなんかこう連結したものですね。えっと、こう、こう,いうふうに書いてあるわけだな。 はい。まあ、集合っていうのはなんかこう、1、2と2、3の和集合っていうと、あの、1、2、3になっちゃうんですけども、まあ、ここでいうこの、まあ、これはですね、えっと、まあ、もちろん共通部分はまあ、ないんですけども、共通部分はあったら最初から直行でないことは自明なんですけれども、えっと、そうではなくて、まあ、この要するに BU のベクトル規定と B、え、U の規定と W の規定がですね、あの、要するにそのままくっつけてやると全体の規定になると。というか、一意独立になると。 だから当然、一時独立ということは、要するに、この、えっと、共通部分はないわけですけども、それも含めてっていうですね。ですから、ちょっと和集合を取っちゃうと、あの、えっと、共通部分があってもいいのかっていう話になっちゃうので、これちょっとたあの、正確な表現ではないですけども、まあ、組として、ここはまあ組として考えたときに、順列の連結ですね。だから、えっと、1、2と2、3っていうののこう、1、2、2、3とこうだとこうしたときにですね、これが、 あの、要するに、一時独立であると。まあ、この場合、こう、まあ、2とか3は数字ですからあれですけど、これも明らかにこのベクトルだとすると、一時独立じゃないですよね。だこういうことは起こらない。こう、重複はもちろん起こらないっていうのを含めて、BU と BV っていう、BU と BW の弦に重複がないというのを含めて、その二つをあ、あの、単純に合併合わせる、くっつけたときにあの、順列として考えたときに、一時独立だと。こういうことですね。はい。まあ、それはちょっとあの、 ちょっと、ここのカップはちょっと、あの、正しい表現ではないですけれども、まあ、そういう意味です。はい。それでは次の例題ですけれども、この u たす w が直和であるということは、次の条件と同値であることを示せと。つまり、u の0でないベクトルと w の0でないベクトルは、2つ取ってきて uw という組で考えると、この組は、これは一時独立ですよと。 ですねまあ、ゼロが入っていたら当然一時持続になっちゃうわけですけどもゼロでないベクトルを取ってくると必ずこの2つの U のベクトルと W のベクトルは一時独立になるということが言えますよということをとこの直話であるということは同値だということを示しなさいとこう言ってるわけですね。はい。ではそれではこれちょっと考えてみてください。 はい。それではやっていきましょう。えっと、まずですね、えー、u たす w を左から右ですね、直和だと仮定して、えー、やりましょう。つまり、u と w の交わりは0と仮定します。で、この時に、えっと、u のベクトル small u と w のベクトル small w というのを取ってきた時に、えー、この一次関係式 cu たす dw が自明な解だけ持つということを言えばいいんですよね。はい。で、今仮にですね、まあこれ、こういう,ふうに変形します。 cu イコールマイナス -dw ってこう変形します。そうするとですね、これあの u 滑 w は、えー、と0だけなんですね。はい。今仮にんじゃなかったですね。あの、変形だけでよかったですね。こうなります。交わり0ですから、これ、こっちは u に入って、こっちは w に入ってということは u かつ w に入っていて、0だけですから、こうなりますね。はい。ということは、つまり、えー、どういうことですかね。u は0じゃないんですよね。u は0じゃないものを今取りました。w も0じゃないものを取りました。 0じゃないもののスカラ倍が0ベクトルということは、スカラは0ということになります。つまり、一時独立と。はい、今度逆ですけども、逆は、U かつ W の弦、えー、V、ドンゼロが取れたとする。つまり、今回はですね、U と W の交わりが0以外のものがあったとするわけですね。ゼロつまり直話じゃなかったと仮定するわけですね。そうすると、U の弦 V を取ってきます。えー、ただし、この V っていうのは、もちろん W の弦でもあるわけですね。で、しかも0じゃないわけですね。 で仮定によって U の弦、0でない弦と W の0でない弦の弦は一時独立だと言ってるわけですから VV が一位独立と同じベクトル2つが一位独立ってことはありますかないですよね。まあ、絶対ないのでこれはあの必ず一位充足という、まあ、一位充属ですよね。ですからこれは矛盾ということになります。はい。ということで U 括 W は0だけだということが言えますので直話ということになります。 はい。まあ、これはですね、U 括 W が0だけならば、U の一時独立なベクトル、W の一時独立なベクトルの和集合は一時独立と分かると。つまり、まあ、この場合の和集合っていうのも、まあ、連結ですね。えー、まあ、K として連結してものですね。これは一時独立と分かると。まあ、ま、交わりが0だけですから、U の一時独立なベクトルにこう0を含まれないので、えー、これとこのこの2つのベクトルの組み、共通部分はもちろんないんですよね。ないんですけども、だからま、これは和集合で、ここの場合は和集合でいいわけですけども、これは一時独立と分かりますと。 まあ、こういうことですね。はい。それでは、あ一般の M 個の場合の直和についてやっていきましょう。まあ、ここからは少しまあ話がややこしくなるかもしれないので、えー、っと、後でまた見返す程度でも構いません。はい、一応説明をしておきます。V の部分空間 U1 から UM があってえ、それの和空間を取ってきますと。で、これが直和であるというのは、次元がですね、定義として次元がこの各部分空間の次元の和と等しいというふうに定義しておきます。 えそうすると、まあ、これ、あの、要するに定義その一としておきます。で、これは直ちに次元の関係式はですね、次のように言い換えることができます。すなわち、U1 と U2 の交わりは0だけであると。さらに、え今度は U2 と U3 の交わりとか、U1 と U3 の交わりとかじゃなくて、U1 と U2 の和空間と U3 の交わりは0だけと。で、さらに、U1 と U2 と U3 と U4、U1 から UM-1 の和空間と UM の 交わりが0だけと。こういうふうに言い換えることはできますと。これが定義その2ですね。はい。まあ、この2つは直ちに同値であることが次元の関係式からわかりますと。はい。この、まあ、同値条件は順序を変えて考えると、いくつかの部分空間の和空間と他の部分空間との共通分が全て0と同値というふうに言ってもいいと。要するにこれ、あの順序は、あの和空間の定義はですね、もともとあの順序はそんなに関係ないので、これも順序に関係ない条件なので、まあ、要するにこれはですね、あの、この中のどの えっと、いくつかを選んで、それと残りの部分空間との和集あの、共通部分を考えても全部ゼロだと言ってるわけですね。はい。まあ、それでまあ、代表選手として、まあ、この順に並べたときは、その最初からいくつかを取って並べてもよろしい。とにかくまあ、えっと、この中のいくつかの和,集和空間と、それ以外の、あの、選ばれなかった、選ばなかった部分空間との共通部分はゼロということと、が全ての組み合わせについて成り立つという言ってるのと一緒だと言うわけですね。だから、 この条件は何かこう、あの、順序が、あの、関係しているように見えますけど、えっと、これはまあ、あの、これは言えていれば、要するにど、どれでも一緒なわけですね。はい。で、えっと、先ほども言いましたように、これは、この、こういう条件とも同値じゃないし、それから U1 かつ U2 が全部ゼロとか、こう UI かつ UJ が、どの IJ、I のと J についてもゼロですよと言ってるのとも、これはダメなんですね。はい。で、実際こういう、例えばこういう例を考えてみると、この場合は直話ではありませんけども、あの、 例えば、えっと、全部この交わり、U1、U2、u その交わり0だけだしここ、これとこれの交わりも0、これとこれの交わりも0、これとこれの交わりも0、成り立ってますけども、ダメなんですね。つまり、これはなんで、えっと、それはダメかというと、ここの U1 と U2 のを枠空間というのは R に全体ですから、R に全体とこれとの交わりはこれになっちゃいますので、この、まあ、もう一つの、この、ここの部分がイコール0という条件、これが成り立っていないので、これはあの直和ではないということになるわけですね。 で、えっと、一応、ま、定義と定義の同質性を m イコール3の場合に略称します。まあ、略称で十分分かると思いますので、一般の場合は、だから、あの、要するに、次元の関係式がちょっと複雑になるので、ちょっと、あの、書きづらいんですけども、まあ、あの、一般にも、機能法でいいと思いますが、この3個の場合で考えてみると、要するに、和空間を、まあ、先、これとこれの和空間というふうに考えるわけですね。分けるわけですね。まあ、その時、例えば、u1 と u3 と u2 の和空間と考えれば、 また、ここの順序は変わってきますし、まあ、どう考えるかによるわけですけども、今の場合は、まあ、最初の二つ、最後の一つを残して、最初、残りを、あの、まず一つの空間と考えて、これとこれの和空間と考えて、次元の関係式を出すと。そうすると、えっと、次にこの出てきた子ですね。これをまた次元の関係式を使って、こういうふうに書き直すと。これが、この、この、ここの、これとこれがこれですね。で、U3 がここ来て、で、これがこう来ますと。 いうことなんで、この次元とこの次元が等しいということは、この次元とこの次元がゼロだということになりますね。だからこれは4つ以上になっても、4つになっても、5つになっても、まあちょっとわかりにくい人は4つで自分でちょっとやってみてください。そうすると、まあこれが、あの、自然な条件として出てくるということがわかると思います。はい。ということで、以下、以下ではですね、あの、まあ次元の関係式もしくは、まあこういう部分空間の共通部、和空間の共通部分ということで、えぇ、ー、まああの、 直,直話の条件を特徴づけると言いますか、まあ、定義しておきたいと思います。はい。えっ、ー、と、この同値条件として、まあ、M ムコの直話の場合になるということですね。えー、いくつか他にも言い換えがあってですね、それをちょっとここに説明していきます。はい。えっ、ー、と、これはですね、えー、この和空間、U っていうのは和空間ですね。この和空間が直話になるということは以下と同値ということですね。 はい。丸1は U1 の規定から UM の規定ですね。これが、あの、共通部分がなくて、それらの、まあ、合併ですね。はい。まあ、排他的に、こう、まあ、要するに、あの、連結したきに、連結して考えたときに、まあ、共通部分がないので、まあ、和集合といっても、要するに、まあ、全部、あの、順列としてくっつけたものと、そういう意味ですね。は、U の規定ですよ、と。こういうことですね。これと同値ですと。だからもう一つは、先ほどの出てきましたけども、各空間から、 取ってきたゼロでないベクトルたちは一時独立ですよと。まあこういうふうに言い換えると、これはあの対照的な条件ですけども、これ、こういうふうに同値性を言い換えることもできますと。同値性はやってみますと。それから3番目としては、えー、っと、まあ一時性ですね。えー、この直和であるとですね、要するに V の、この U のベクトル V っていうのは、この各 U1 から取ってきた和で書けるわけですね。和空間で書けるわけですけど、この書き方が要するに直和の場合ですね、一時的なんですね。 まあ、要するに一時独立性の概念を、こう、部分空間単位で、こう、定義したようなものですね。になっています。はい。まあ、この一時独立性の概念を部分空間に拡張したものと言えます、ということになります。はい。え、それでは、えっと、略称していきましょうね。えっと、証明ですけれども、1から直和であることは、自明と書いてありますけれども、この1番は規定を、こう、合わせると、規定、全体の規定になるということですから、 あの、U1 の次元は B1 の個数、UM の次元は BM の個数ですから、共通部分がなくて、それらを合わせたものは U の規定になっているということは、当然次元の関係式が成り立つということで、まあ、この部分に関しては自明だということになります。それから2と3に関しては、これはあの同値性がすぐに証明できます。えー、例えば2から3の方は、えー、2つのこの和があったときに、 これ、辺辺引くとですね U、U1-U1- 足すみたいな、こういうのが出てくるわけですけれども、これが0だとですね、えっと、まあ、これが要するにもしも0でないとすると、一時独立性からですね、一時独立性に反するっていうことになりますから、まあ、あの、これは全部0ということになるわけですね。もしこれらの中で0でないものがあったら、その0でないものに関して、一時独立性に反しますから、これは0ということになります。 ということで、えっと、これがあの一時的であるということは出てきますし逆に一時的であれば、えっと、この C1U1 たす CMUM イコール0っていうのを考えるとこれはですねあの、まあ、これは0倍の U1 から0倍の UM ですからこれ一時性を考えると C1 から CM は0というのが出てくるのでこの2と3が同値であるということは、まあ、比較的容易に出てきます。 で、えっと、2から1ですね。2から1の証明は、まあ、これも容易で、えー、実際一時独立性がありますから、B の、BI の弦に共通の部分はないわけですね。この B1 から BM は全部こう、あの、共通の部分があるとこう一時独立性反するという点は、まあ、前回の2つの時の証明したのと一緒で、ないということになって、その、ま、和集合は当然、ま、排他的な和集合、共通部分のない和集合なんですけれども、で、それらは、あの、BI の一時関係式に帰着されると、つまり、 えっと、一時独立ですから、これらの一時、この、この弦の一時関係式っていうのは、例えば B1 と B2 の和集合の一時関係式っていうのは、B1 の部分イコール0と B2 の部分イコール0っていうふうに、えー、分けることができるんですね。それはこの2番のこの性質があるから、えっ、ー、と4、3番、3番の性質を使ってまですね。まあ2、2から1って書いてありますから、3と2と3は同値なので、3からと言ってもいいですけども、まあ、とにかく、 それぞれのところが0ということになって、そうすると B1 と B2 の一時独立性があるので、ケースが全部0というふうにして、あの、個々の,の B1 から BM のベクトルたちの一時独立性に帰着して、一時関係式に帰着して一時独立となると。まあ、こういうことになります。えー、最後にですね、直和であれば3を示すと書いてありますね。えっ、ー、と、直和であれば、えー、と直和であれば3が成り立つということが言えれば、3と2は同値で2ならば1が言えて、あるいは3ならば1が言えて、で、1ならば、 重合ということを言えてますから、全部が同時ということは言えるわけですね。で、えっとまあ簡単のためにここも3あの三二 m が三の場合で考えておきますけれども、えっと三を示したいので、一時的だということを示したいので、この和がですねこういうふうになってたとしましょうと。そうすると、おこれ偏微引くとですねこういうふうになるんですね。するううと u1 足す u2 引く u1 出し u2 出しこれはあの u1 足す u2 というベク,ベクトルにあの 和空間属するベクトルの引き算ですから、この和空間に属していて、右辺の方は有彩に属するので、これは0だということになります。ということで、えっと、ここは等しい、0になって、ここは等しくなって、で、ここについてまたこれが、これがイコール0ですから、まあ、移行してっていうふうにやっていくと、まあ、これ M コの場合でも一緒だということはわかりますね。まあ、順次機能的に、えす、ー、べての弦が等しいということが出てきます。ということなので、まあ、このようにして、順番に言えて、 一時的であるということが言えます、はい。ということで、まあ、特に、まあえっと、1個の弦で生成される部分空間が直和であるということはこの x1 から xn は一時独立ということなので、まあ、まさしくこの一時独立性の概念を部分空間の、えっと、この1個の弦で生成されない場合もです、ね、これが規定で書けているときなんかもそ,の、えっと、それは全部一時独立ということと直和であるということは、まあ、ちょうど必要十分になるので。えーまあ 一時独立性の概念をこう部分空間単位にこう、えー、拡張したものというふうに考えることができますはいそれでは、えっと、最後にこの M コの直話の例題を1個やっておきましょう次の各部分空間各和空間が直話であることを示せというものですねはいそれではこれをちょっと考えてみてください はいえ。それでは解説していきましょう。一番ですけども、E1, E2, E3 は一位独立ですから、えー、この要するに一位独立なベクトル3つがあって、それぞれのベクトルで生成される部分空間の和空間は、まあちょ、当然直和になるということですね。はい。まあ、いろんな説明ができますけども、まあ、3次元で1次元、1次元、1次元で、これの和空間になってるからとか、まあ、いろんな言い方、どの言い方で言っても、まあ、直和であることはすぐにわかります。それから、あ 2番ですね、えーっとまあ、右辺の部分空間、これ U1 U、U2、U3 とこう3つしたときに、こういった、えー、っときに、この弦ですね、それぞれの弦を取ってきたら、ですね、えー、っとこの弦とここの弦とここの弦を取ってきたときに、まあ、一時独立であることが、まあ、これ例えばここは、X、第一成分が1なやつはこの空間だけで、こことここはあの0なわけですねで第。第4成分が0でないのもやはりこの空間だけで、で真ん中、この第2成分と第3成分が出てくるのはここだけであるんですね。 ですからそういうことを考えるとあのこれはすぐ出てくるということになります。はいまあ、あるいはこの4つの辺があるような規定になることからも分かりますと。まあ、こ,の1この4つのベクトルを合わせるとこの1つとこの2つとこの3つ目のこの1つを合わせるとあるような規定になりますからこれは直和であるというふうに言ってもいいですね。で3番はこれ1番と同様で、まあ、これ同じような感じですね同じような構造をしてますので分かりますと。 で、最後の4番は、この 1x 二乗と、例えば x 交わりが0で、これを合わせたものが 1xx 事乗と p2r になりますけども、それとこれとの交わりは当然0なので、はい。ということで、両方がこう言えます。ということで、直和である。と言ってもいいし、あるいは、これらが全部一時独立で、この空間の規定になっていて、2個2次元1次元、1次元、2次元で、合わせて5次元の p4r を生成していると、規定になっているということからも言えます。と まあ、いろんな言い方があります。どの言い方で言ってもらっても構いませんけれども、すべて、えーまあ、正しい言い方で言ってもらったら構いません。はい。えーとまあ、最後にちょっと補足だけ少ししておきますけれども、もう一度確認しておくと、この、えー、どの2つを取っても交わりが0っていうことは、では直割にはならない。3つの場合でもそうですね。はい。で、えっ、ー、と、これは先ほど以前にも挙げた例で、こういう例があるということです。 はいえっと、r にはこの和空間ですけどももちろん次元を考えると1次元が3つ三次元ですが r には2次元ですということで直和にはなりません。はいでえー、ということでこの条件を満たしていないということをこの条件を満たしているかどうかはちゃんと確かめる必要がありますよと,ということですね。はい、ということで、えー、和空間の解説は以上です。